こんにちは、ネムです。パワープラアップやっていきます。今回はガンダーイベントは走るべきなのかそうでないのかという話ですね。雑談をしたいと思います。で、ガンダーイベントで出てくるキャラクターたち、ちょっと別バージョン僕が持ってないので、元々のバージョンのキャラクターを並べた上で話をしていこうかなと思います。で、ガンダーイベントを走るとこのキャラたちプラス振動が出ますと。で、別バージョンのガマグチ、そしてサイリで、エドガー文楽、ボンダで帰ってきたフルナガというところと振動が出ますと。で、このイベント結論から言うと走っていいと思います。というのが、ガマグチ、そしてエドガー文楽、ボンダ、この辺使えますね普通に。で、帰ってきたフルナガに関してはプルヒッターの上位、伝説の引っ張り屋、これが広角打法と、まあどうなんだろうなっていうところはあるので、今のところ敬遠はされてるかもしれませんが、普通に使える筋力キャラクターだと、まあ僕は思っています。どのキャラも今のところ一戦級に入ってくるかっていうのは正直わかりません。まあこのキャラクターたちに佐伯とか雑賀とか並べられて、どっち使いますかって言われたら当然後者を使うんですけど、ただ環境が変わってね、高校の金徳だとかいろんな兼ね合いで誰がいきなり有能になるか、そして覚醒ですね。やはり覚醒で今まで中能で有能よりの中能だったキャラクターたちがいきなり第一線級になる、まあ才賀とかがいい例ですよね、があるので、ここは持ってない方々は走っといていいんじゃないかなという感じで思ってます。で、この中でも先ほど述べました、ガマグチ、そしてエドガー文楽、ボンダ、この辺は強いなと思ってます。で、ガマグチはやはり玉持ち、まあ左からいきます。ガマグチはですね、やはり玉持ち、キレ、この辺のコツをくれるのと、技術ですね、イベントでかなりガツガツ稼いでいけるので、まあ強いと。で、ガマグチに関してはやはり黒金強化が、さらなる強化が来た時とかね、に確実に輝くんじゃねえかというところで、ガマグチの別バージョンは僕自身も持ってないですし、走ってちょっと手に入れたいなと、45でもいいから手に入れたいなという感じはありますね。で、ガマちゃんはもう本当に昔からかなり使われていて、角田が出る前までは本当に第一線級としてずっと投手デッキにはね入っていて、まあ玉持ちとキレイを神楽坂のコツをね介護してくれると、介護しつつこう神楽坂の他のコツを取りやすくするという役割を果たしていたかなという感じはします。まあ、ネックがあるとすれば、イベント数がちょっと多いので、まあ前部のイベント感想ですね、これが少しだけ重たくはなるんですけど、やっぱりガマグチは使えるキャラクターかなと個人的には思います。そしてバニーのサイリドで、バニーバージョンになると、ヤシの方は金徳が基礎本能かな、臨床ポイントをたくさん使うものになりますと。で、そういうのは今例えばエビル高校だとか、あとは円卓もそうですね、鏡くんとか入れてソウル4にしてると、やっぱり臨床ポイントって余ってきて、どこに開けさせようかなっていうことを考えた時に、あ、バニーサイリ挟みたいな、例えばこれが覚醒してなんか上限ついたら、まあ一気に1000級になったりとかするんで、やっぱりそういうところで、まあバニーサイリも取っておいていいのかなと。まあガチャ券になるので誰が出るかわかんないんですけど、出てもそんなに悲観することはないと思います。まあいつか輝く時を信じて、あ、置いとこうかなという感じにしていいと思うキャラかなというところですね。そして多分この中だと僕は目玉かなと思います、エドガー文楽。まあ、白洲高校の時に死ぬほど活躍しましたね。僕も SR の大丈夫博士像を使って45にしたぐらいのキャラです。で、まあ、何が強いかって、まあ、このテーブルに固有と、試合経験点、筋力ボーナー8に、スペシャルタックなので、まあ、本当に凄まじい筋力をくれるんですよね。というところと、特能もプルヒを除いてパワーヒーちゃん目、万里男逆境と、かなりいいものが揃っている。で、イベントも強い、というところと、打開、一番やり、の、金徳に関しては、やっぱり技術を使わないで処理ができるっていうところで、まあ、エドガー文楽は強いかなと。全体的にバランスが取れたすごいいいキャラかなと。
個人的には思ってます。なので、まあ、筋力枠マイベいないよっていう方には非常におすすめですし、もう本当に大谷とかね、マイベ筋力だと七井くんとかねとため張れるぐらいのキャラクターにはなってるかなと思います。まあ、文楽、あとは一緒に実装されたおばあちゃんとかね、あの辺も本当にいい味出してるなというキャラクターなので、まあ、このキャラたちが出たら喜んでいいかなという感じはしますね。はい。そしてボンダ君で、僕自身がこれ取った時に 1,2 回しか使ってないので、まあ本当に非常に強いっていうのは言いにくいところはあるんですけど、ピッチャーで全力で使った時にめちゃめちゃ感触良かったんですよ。全力ってやっぱり精神ポイントが足りなくなるところはあって、で、うん、ボンダ君ってまあどうなんだろうなっていう感じで使ってみたところ、まあ、やはり精神ポイントをくれるっていうのと、かなり集まるんですよね、精神に。で、体力回復量も大きいというところと、逃げ球要所のコツ、まあ取りにくいけど、まあ直取りはしにくいけど、まああったら嬉しいかなっていうコツもあり、敏捷ポイントもくれるというところで、そんなに来た時に悲しみを背負う必要はないかなと。まあ、メンタルが必要になる、メンタルが大事になる高校って結構出やすかったりはするので、名教高校とかね。まあそういうところでまた輝く場所があるんじゃないのかなと。まああってほしいっていう願望もありますね、ボンダに関しては。まあちょっとやっぱりそのパーポケ勢はね。パーポケ勢はね。僕はかじった程度ですけど、まあボンダ君はね、ちょっと活躍してくれるといいかなという感じはしますね。そして、フルナーガと。こいつはもう昔から有能枠で使われていて、鎌狩りとの初級コンボが、まあ、非常に使いやすかったかなという感じです。で、パワヒ、プルヒ、ハイボト。で、プルヒが来ると確かに悲しみ背負うんですけど、こいつのコツ自体をあまり踏まないという立ち回りで、まあ、こいつは使っていたかなという感じはしますね。どうしてもパワヒが後々になっても取れてない時は、やはり踏みに行って、ハイボール潰して狙いに行くという感じの立ち回りをしていましたね。で、今回は帰ってきたバージョンということで、金徳がそもそもプルヒの上位なので、プルヒッターもらっても別にそこは問題なしというところで、まあ、強いキャラクターの一人かなと思っています。やはり試合経験点持ちっていうところと、何より福井部の体力回復、武道での体力回復も美味しいですし、まあそういったところで、古長は普通に使えるキャラクターかなという感じですね。どこかでまた輝く場面はあると思います。で、江戸川文楽と古長、どちらも筋力のキャラクターが入ってきていて、これなんか筋力キャラどっかで使うような高校、もしくは使うようなイベントが来るのかもしれないなと、特にプロヒッターですね。っていうところが両方とも合っているので、まあ引っ張り系のイベント、まあ飛距離系のイベントが来るのかなというかなりざっくりした僕の予想があるとあります。あります。あるとあります。はい、あります。なので、まあ飛距離系のイベントに備えるためにも、もしくは、ビンゴの SR 券ですね。あっちで電光石火系が集まってたんで、走塁系のイベント、まあ盗塁系のイベント。があるかもしれないというところで、こいつらは持っといてもいいんじゃないかなという感じはしますね。そして一番最後、振動はボックスこっちかな、振動合いましたね。はい。で、コツが逃げ玉尻上がりということで、自分の骸骨ですね、超知り合いでか。を、まあ、介護できるっていうところと、コントロールっていうところで、昔はよく使われていたかなと。で、僕自身、コントロールのキャラクターって今そこまで大きな価値があるとは思っていないです、正直。なので、こいつが出たら、今、現状、どうなんだろうなって思うと思います。ただ、誰が、いつ、どこで輝くか、全くわからないと。例えば、コントロール枠でしたら、神道じゃねえ、風投げとか、あとは後イベの三田村とか、で、メジャーの、加瀬良子ちゃんとか、この辺が、まあ、ちょいちょい使うんですよね、やっぱり。円卓でも使ったし、やっぱりエビルとかでも使ったし、なんかこう、ちょいちょい輝くところがコントロールは来るので、まあ、そういった意味で、取った時に、
まあ、いきなりミキサーとかではなくて、ひとまず手持ちに置いておいて、何かあった時に、こう、やはりコンボの追加とか、やはり覚醒ですよね、一番大きいのが。覚醒が来た時に、いきなり使う可能性はあると。特に振動なんかは、パープルの目玉キャラの一人にはなっているので、まあそういった意味でも、取っといてもいいのかなと。まあ基本的にミキサーはしない方向で僕はしているので、まあたまーにするんですけど、昔とかはよくというか、まあたまーにしてたんですけど、最近はもう本当に覚醒があるというところで、まあほとんどしなくなったというところですね。なので、まあいろんなキャラクターが出る、このガンダーイベント、まあ中脳です。一言で言えば、有能よりもいるんですけど、まあ中能ぐらいの位置づけのキャラクターと捉えていいと思います。ただ、いつどこで超有能になるかわからないので、しっかり取って、ボックスで、こう休んでもらって、来たるべき時に覚醒させて、前に進むか、強化イベントが来れば、金徳2個とか武田の例とかもあるので、しっかりと、このイベントを走っておくのがいいのかなと思いました。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。で、PG の動画を2つ上げてますんで、もしよかったら、円卓高校のところとかね、円卓システムの動画とかも上げてますんで、もしよかったらそれも合わせて見ていただけたら嬉しく思います。また次の動画でお会いいたしましょう。